お疲れ様です。ガスケです。いや、今日風強いっすね。ちょっと僕夜中に河原で撮ってんすけど、とりあえず風強いんで雑音ばっかだと思うんすけど、とりあえず今日は日本ゼオンの企業紹介をしていきたいと思います。聞きづらいと思うんですけど、銘柄コード4502ですね。で、何やってる会社かっていうと、テレビとかスマホのこの画面の中に入ってますフィルムですね、位相差フィルムっていうやつなんですけど、スマホの画面とかって下から見ても上から斜めから見てもこう綺麗に見えるじゃないですか。でそれをなくすためのフィルムが入ってるんですけど、ゼオンのゼオノアフィルムっていうやつが入ってて、これがねかなりね稼ぎ頭ではあるんですけど、ちょっと今直近あんまり良くないんですよね。ちょっと中国景気悪いんでって感じなんですけど、で成長性が5段階で星3つとしました。で安定性も星3つですね。で平均年収は711万だそうです。はい、これが社長さんです。伊藤春夫社長ですね。なんかこの写真だとちょっとなんか険しい顔、なんか、安倍さんみたいな顔してますけど、非常に物腰柔らかい人でね、喋り方もすごく落ち着いた人ですね。はい、でこちらが時価総額と株価なんですけど、2018年に入ってから右肩下がりっていう感じですね。中国でスマホがちょっと売れ行きが悪くなる足元なってまして、そうすると日本ゼオンの株もあんまりよろしくないと、そういう感じになってます。で時価総額は2400億円の会社ですね。はい、次が日本ゼオンの業績です。1年間でどれくらい稼ぐ会社かっていうと、去年ですね、売上高が3374億円の売上がありました。で営業利益が331億円、ざっくり 10% ぐらいは利益になるという感じ で純利益は184億円なんですけど、これはなんか海外の工場の減損とかを出した感じですね。特別損失っていう感じで、帳簿上の評価よりは切り下げたという感じです。で斜線の部分が今年の予想なんですけど、この日本ゼオン自身が予想している数字ですね。今年は、売上はちょっと減って利益も減るよっていう感じになってますね。やっぱりそのスマホのところですね、スマホのそのゼオノアフィルムがちょっと調子良くないよと、中国の影響でですね、そんな感じだと思います。はい、これがセグメント、どういう構造で稼いでるかっていうところなんですけど、売上はほとんどがエラストマー素材事業。これエラストマーって何かっていうと、合成ゴムなんですよね。合成ゴムって何かっていうと、タイヤの原料です。タイヤの原料、石油からタイヤ作るんですけど、それを、JX さんとかそういうでかいところから、豚ジエンっていうのを買ってきて、その豚ジエンから合成ゴムに変えるのがゼオンさんの仕事 で合成ゴムにして、それをブリヂストンとか、横浜ゴムが大株主なんで横浜ゴムとかに多く卸してるっていう感じですね。でここは売上がメインなんですけど、利益は177億円で、高機能材料事業とそんな変わんないですね。あとエラストマって他にで言うと、そういうゴム系のなんか粘着力がある系の素材のものをこう全般作ってるんですけど、手袋とか手術で使う手袋とか、あと紙おむつにこうなんか赤ん坊のおむつとか、お腹周りのところになんかちょっ となんか滑りづらいような素材ついてるじゃないですか。ゴムというかちょっと若干粘着がある感じのやつですね。その素材を作ってたりしますね。で高機能材料事業はさっき言ったスマホの、画面の中に入っているフィルムですね。
と、あとテレビもそうですね。まあ、面積ベースで売ってる会社なんで、テレビの方が、売上としてはこう高いんですけど、まあ、利益率はね、スマホの方がやっぱ高付加価値品なんで、スマホのフィルムがどれだけ売れるかっていうのがやっぱ利益にこう直結してくる感じですね。まあ、テレビも、まあ、台数はそこまで伸びないんでしょうけど、テレビって最近ちょっとめちゃくちゃこう大画面化してるじゃないですか。そうするとフィルムは面積ベースなんで、面積も伸びていくよみたいな、そんな感じですね。あとはあの電池です。バインダー、あのリチウムイオン電池ってあるじゃないですか。あのスマホとかでも何でもこう使う、最近ほとんど使われてますけど、リチウムイオン電池ってあのなんかサムスンの携帯が爆発したみたいなやつあったと思うんですけど、それをこう安全性を高めるこう、バインダーっていうのをやってるんですけど、そういうフィルムも、電池の中に入ってるフィルムも、安全性を高めるフィルムもやってますと。まあ、そこはかなり伸びてきてる感じですね。そんな感じです、商品としては。でこれが3ヶ月ごとの推移なんですけど、やっぱ2017年がかなりガツンと利益は出てますね。2017年ってちょっとブタチエン価格、さっきの合成ゴム の材料の価格がガツンとこう相場上がっちゃって、日本ゼオンの合成ゴムも高く売れて、その辺が収益高かったっていう感じですね。はい、これが PBR と ROE の推移なんですが、ROE は 10% 強あったのが今だと 5% とか 7% ぐらいまで落ちちゃってますと。で PBR は昔は、まあ、1倍こう超えてたんですけど、今は1倍割れのところで推移してるっていう感じですね。はい、次が財務状況です。で純資産が2600億円あって、まあ、現金も375億円あって、借金の金額241億円なんで、まあ、ネットキャッシュはキャッシュですね。で自己資本比率 60.9% あるんで、普通の会社より、まあ、でかい会社、東証一部の会社とかの中でも自己資本比率は高め、若干高めっていう感じですね。なんで、まあ、こう潰れる危険があるとかっていう、そういう内容じゃないですよね。安定性はあるっていう感じだと思います。まあ、勝手な俺の判断ですけど。はい、次、従業員数です。青がそのゼオンの本社機能のところの人数なんですけど、あ、違う、赤が本丸の社員数なんですけど、1600人ですね。で連結子会社とか含めると3300人ぐらいが日本ゼオンさんで働いてるっていう感じです。はい、これで次が年間給与ですね。さっきの本丸のとこに勤めてる1600人のうち、だいたい40歳ぐらいの人が平均勤続年数15年なんで、まあ、ほぼほぼ新卒から長く勤めてる人が多いですね。まあ、やっぱ働きやすい会社でもあるという感じはします。あ、ちなみに本社は大手町ですね。でその人たちの給料がどれくらいあるかっていうと710万円ですね。まあまあ普通って感じですかね。40歳で710万円、皆さんどう思いますかね。まあ、僕からしたら全然高いですけどね。羨ましぎりですって感じですね。次が大株主で、これさっきありましたように横浜ゴムの子会社ではないんですが 10% 持ってますんで、まあ、横浜ゴムさんの経営の意向も、結構影響はあるかなと思いますね。あと旭化成さんとかも入ってるんですね。あとみずほ銀行、この辺はメインバンクなんでしょうかね。はい、まあ、他のもっとこれぐらいの会社の規模だと結構信託銀行系のこの日本トラスティーサービスとかが入ってるところが多いんですけど、まあ個人じゃないか、会社として大株主になってるところが結構多いっていう感じですね。で遠隔なんですけど、昭和25年創業なんで、まあ、戦前かな、戦前だよね、違う、わかんねえ。昭和25年に
創業開始して最初の方は塩化ビニール作ってたんですね。今じゃ塩化ビニール作ってんのかな、あんま聞かないですけどね。塩化ビニールってあの水道管とかの灰色のプラスチックあるじゃないですか、あれですね、あれの素材ですをやってて、昭和63年にゼオンケミカルズでアメリカに進出っていうことをしてますね。なんで35年ぐらい前か。水島工場が結構メインなんでね、あの岡山県にある、あと川崎とかにもありますけど、あと徳山工場か、まあ、その辺がメインのプラントを持ってる会社になる、会社っていう感じですね、まあ、あのコンビナート地帯でやってる会社っていう感じです。はい、そんな感じでした。日本ゼオンでした。お疲れ様です。